ジュリア・クリステバは、ブルガリア出身のフランスの文学理論家で、著述家、哲学者、ユダヤ系。1965年以降、パリに在住し、ここで活動している。1973年からパリ第7大学の教授を務め、現在は名誉教授。彼女の言語学や言語に関する著作は、文学論雑誌電話わル』の共同編集者としての活動を通して、 ポスト構造主義的な議論をその特徴としている。彼女は、とりわけ、フロイトやラカンの精神分析、ロシアフォルマリズムやヘーゲル主義から影響を受けている。研究活動と並行して一連の小説も発表している。すでに1970年代初めからクリステバは、拡張社会の中での女性のアイデンティティの問題を取り上げてきた。 その精神分析との思想的な親近性のため、フェミニストの文芸理論家の一部から非難を受けたこともある。それ以前には、その著作がジェンダー研究に多大な影響を及ぼしていた時期もあるが、当時、フェミニスト的という呼ばれ方を、彼女は堅くクに拒絶していた。シモーヌ・ド・ボーヴォワール賞の設立に参加し、2008年から2011年まで、 審査委員長を務めた。アラン・ソーカルらによって、数学、科学用語を不適切に使用した論文であるとの、批判を受ける。翻訳論文。ありがとうございます。